ピエロ・カップチルリはイタリアのバリトン歌手。ベルディのオペラ、中でもマクベスやシモン・ボッカ・ネグラの歌唱で名高い。その卓越したブレスコントロールと滑らかなレガート商法から20世紀後半最高のイタリアバリトン歌手の一人とされる。トリエステに生まれ、はじめは建築家を志すも親戚の勧めもあり、オペラ歌手となる。ルチアーノと同じように学び、 地元トリエステのジュゼッペ・ベルデ劇場で、いくつかの派役をこなした後、1957年に、ミラノのヌオーボ劇場で、レオン・カバルロ作曲、同化師のトニオ役で、本格デビューを果たす。EMI レコードの名プロデューサーウォルター・レックに、見出され、ジュリー・ニ式のオペラ全曲版レコード録音に参加、マリア・カラスとの共演となった、ドニゼッティ作曲、ランメルモールのルチアのエンリーコ役で、 高い評価を得て国際的活躍が始まる。1964年からはイタリアオペラの総本山、ミラノスカラザにも出演。衰えを見せ始めていたコピー、若くして病に倒れたバスティアニーニの後継バリトン、そして代表的なベルディバリトンとしての地位を確立する。特にスカラザの1971年から72年のシーズン、クラウディオアバド式。 ジョルジョ・ストレーレル演出のもとで行われたベルディ作曲シモン・ボッカ・ネグラでは主役として出演、この怪獣なオペラの現代的再評価に大いに貢献した。カプッチルリ自身もこのスカラザ公演を第二次世界大戦後イタリアオペラ開催重要のイベントの一つと後に10回している。またカラヤンにも重用されザルツブルク音楽祭にもたびたび出演する。 カラヤンのタクトで演じたベルディ、ドンカルロのロドリーゴ役、同、トロバトーレのルーナ伯爵役も映像が入手、可能である。1992年、ベローナのアレーナ劇場でのベルディ、ナブッコ公演終了後、交通事故で瀕死の重傷を追い公演活動からは、事実上を引退したが、小規模なガラコンサートをたびたび行い、1994年には、最後の来日を果たしている。 2005年、故郷のトリエステで高い。ライブで聴衆を興奮させることの巧みな歌手としても知られ、1972年のベルリ、エルナーにアレーナ劇場でのライブ録音ではアリア王、デバードアンに見えで不眠にない高音で観客を熱狂させており、1980年のシノーポリ式の同、アッティラでも観客の求めに応じて、大二幕のアリアエゲッタタラミーアソルテを、 リピートしている。指揮者や演出家の統制の強まるオペラ界にあって、歌手としてのエンターテイメント性を発揮できる最後の世代に属していた。あまりにも、ベルディ・バリトンとしての印象が強いカプッチルリであるが、ベルディ以外でも、ジョルダーのアンドレア・シェニエのジェラール役、プッチーニ、トスカのスカルピア男爵役など、性格付けの必要な役どころでは、素晴らしい舞台を見せている。また、 キャリアの初期、1960年代には、ドニゼッティ、ロベルト・デブリューやベルリーに、海賊なども得意としていた。ありがとうございます。